日本から世界へ。ナンバーアンダーラインアイの楽曲がアメリカでオンエア。音楽界の地図を塗り替える。ナンバーアンダーラインアイの衝撃的な国際進出。電波を超えて響け。平野章率いるナンバーアンダーラインアイ、米国ラジオで大ヒット。WPVR ニューヨークプラチナバイブスラジオオンエアプレイリスト。 2024年4月19日こんにちは、音楽ファンの皆さん。今日は、2024年4月19日の WPVR ニューヨークプラチナバイブスラジオのエアプレイスケジュールをお届けします。リストは、アーティストまたはグループ番号順にリストされています。皆さん、準備はいいですかそれでは、素晴らしい音楽体験ですかを始めましょう。 4月15日の成功を受けて、ナンバーアンダーラインアイは音楽シーンでますます人気を集めています。アメリカ人は日本の音楽を愛していることに気づき、おかげさまで日本の音楽がさらに世界に広まりました。WPVR ニューヨークプラチナバイブスラジオ、ナンバーアンダーラインアイの楽曲がアメリカで放送決定は、米国有数のラジオプラットフォームで、 世界中のアーティストからの音楽の最高のミックスを国際大衆聴取に提供しています。プラチナ・バイブス・ラジオはメインストリームとインディ・ポップ、J ・ポップ、P ・ポップ、K ・ポップ、R&B、EDM のベストミックスを年中無休でお届けしています。平野翔さんが好むナンバーアンダーライン・アイの楽曲が アメリカの WPVR ニューヨークプラチナバイブスラジオで放送されることが決定しました。日本の音楽シーンにおける大きな一歩であり、ファンにとっても待ちに待ったニュースです。ナンバーアンダーライン i は、その独特なスタイルと才能で、世界中の多くのファンの心をつかむことができました。のラジオで放送されることは、 日本のアーティストとしての順位をさらに高めるだけでなく、ポップカルチャーの世界的な影響力を証明するものでもあります。この放送がナンバーアンダーライン愛のファンだけでなく、日本のポップカルチャーに興味を持つ人々にとっても興奮を忘れずに語られます。これは、アーティストが世界中でより多くの注目を一例として日本に挙げられます。 爆発的な人気を博しており、音楽だけでなく、アニメ、漫画、ファッションなど、様々な分野でその影響力を拡大しています。を超えて、文化交流や国際的な推進を促進する重要な役割を果たしています。アメリカのラジオで放送されることにより、日本のポップカルチャーの魅力がさらに広がることを期待しましょう。 彼らの音楽が世界中の人々に感動を与え、新たなファンを獲得することで、日本の音楽あなたはナンバーアンダーライン愛の曲を聴いたことがありますか彼らの音楽があなたに与える印象は何ですか日本のポップカルチャーが世界でどのように WPVR ニューヨークは、米国有数のラジオプラットフォームで、 世界中からのアーティストからの音楽の最高のミックスプラチナバイブスラジオはメインストリームとインディーポップ、J ポップ、P ポップ、K ポップ、R&B、EDM のベストミックスを年中無休でお届けしています。ニューヨーク市から世界6大陸80カ国以上に放送されている WPVR ニューヨークは日日常の体験を提供します。以下は 4月16日のエアプレイスケジュールです。すべての時間は、ニューヨーク市再生時間と曲名は、米国現地時間に基づいています。0時34分ジューシーなスノーマン、8時32分ナンバーアイ、ブローユアーカバー、2時16分ナンバーアイ、富士10時7分ナンバーアイ、イズイットミーいつものプログラミングでは、アグストディ、エールザショタ、アラシ、バリスティックボーイズ、 b ファースト、B.G.Y.O., 藤井風北山博光堀七音 I.M.P., I.N.I., ジェームスリードジョーアンカ・トゥーン三宅県キング・アンド・プリンス松下公平マザエル N.C.T., ニュージーンズ日曜ナンバー・アンダーライン・アイ、サイキック・フィーバー・フロム・エグザイル・トライブ、レイコ、レペゼン・フォックス、SB19、ストーンズ、スノーマン、テン、 ザ・ランパジ・フロム・エグザイル・トライブ、山下智久、トラビス・ジャパン、V などのアーティストの音楽が放送されます。ナンバー・アンダーライン・アイは、戸部所属の有名アイドルグループです。彼らの活動は日本のみならず、その独特でキャッチーなサウンドとパワフルなパフォーマンスで海外のファンにも人気がある。今回の放送では、 ナンバーアンダーライン i 愛の代表曲や最新カーブオンエアされる予定です。日本の音楽文化やアーティストの魅力をより多くの人々に伝えることができるでしょう。また、これは日本の音楽産業がグローバルなステージでのしかし、このニュースが示唆するのは、日本の音楽が世界的な市場でどれだけの影響力を持っているということです。日本のアイドルグループやアーティストが アメリカのラジオでプレイされることは彼らの人気や影響力がますます拡大している証拠です。WPVR ニューヨークは世界中のアーティストからの音楽の最高のミックスを国際的な視聴者に提供する米国の主要なプラットフォームです。24時間365日ブームを届けます。ご視聴いただきありがとうございましたます。今度も プラチナバイブスラジオで素晴らしい音楽を楽しんでください。どこでチャンネルを合わせるか、フォロープラチナバイブスラジオに接続する方法を確認するには、下にスクロールして番組リストの詳細をご覧ください。楽しんでこの放送は、ナンバーアンダーライン愛のファンだけでなく、日本のポップカルチャーに興味を持つ人々にとっても興奮を忘れないでしょう。これは、 アーティストが世界中で注目される一例であり、日本のポップカルチャーが爆発的な人気を博し、音楽だけでなくアニメ、漫画、ファッションなどの分野でも、その影響力を拡大していることを示しています。アメリカのラジオで放送されることにより、日本のポップカルチャーの魅力がさらに広がることを期待しましょう。彼らの音楽が世界中の人々に感動を与え、 新たなファンを獲得することで、日本の音楽文化の影響力をさらに強化するでしょう。ナンバーアンダーライン l i は、戸部所属の有名なアイドルグループであり、彼らの活動は日本だけでなく、海外のファンにも人気があります。今回の放送では、ナンバーアンダーライン l I の代表曲や最新曲がオンエアされる予定です。これにより、 日本の音楽文化やアーティストの魅力がさらに多くの人々に伝わることでしょう。このニュースは日本の音楽が世界的な市場でどれだけの影響力を持っているかを示しています。日本のアーティストやアイドルグループがアメリカのラジオでプレイされることは彼らの人気や影響力がますます拡大している証拠です。WPVR ニューヨークは 世界中のアーティストからの音楽の最高のミックスを提供する米国の主要なプラットフォームです。24時間365日ブームを届けます。ご視聴いただきありがとうございました。次回もプラチナバイブスラジオで素晴らしい音楽をお楽しみください。どこでチャンネルを合わせるかプラチナバイブスラジオに接続する方法を確認するには、 下にスクロールして番組リストの詳細をご覧ください。楽しんで